最初から先へと目標を置いていた馬が他にもいて、いずれにしても向く方向は同じ。さあゲート入りが終わってスタートしました。4番タガノ LP だ、高ダッシュを見せてさあ行くかどうか。しかし1段で内から3番大波小波、最内1番パレハ、1番パレハが前、そして2番のプシプシーナ、3番大波小波、2番手3番手、4番手になった4番タガノ LP だ、その後ろに8番ジョセフィーナ、あとは5番ステラクラウンが続いて並んで6番ヒーン、最後方には7番のウォータープイプイです。早くもばらけた展開で1コーナーから2コーナー、前は3頭飛ばしていって1番パレハ、リードは体半分先頭。さあ2コーナーから向こう正面、2番手は2番プシプシーナ、3番手外3番大波小波、さあ依然として3頭固まって後続を大きく離す展開。あとはもう10馬身ぐらい離れて4番手4番タガノ LP だ、あとは8番ジョセフィーナ、外は並んで5番ステラクラウンです。後方には6番ヒーンが行って、最後方7番ウォータープイプイ。 1000m は58秒ぐらいの通過。さあ3コーナーカーブです。前は1番パレハ、リードは体半分キープ、2番手3番大波小波、3番手少し遅れた2番プシプシーナ。さあ800を切って3コーナーから4コーナー、スーッと4番タガノ LP だ、4番手から3番手上がっていった。さらには5番ステラクラウン、そして8番のジョセフィーナ。さあ一難となって600を切って4コーナーカーブに向かっていきます。ここで先頭変わって4番タガノ LP だ、内側1番パレハ、さあ並んでいって5番ステラクラウン、3頭が広がって、さあ4コーナーカーブから直線の攻防。早くも先頭4番のタガノ LP だ、体半分リード。2番手は5番ステラクラウン、3番手は広がって外から6番ヒーン、相手は8番のジョセフィーナ、最内粘って1番のパレハ。さあ200を切る、先頭4番タガノ LP だ、2馬身突き放した。2番手は5番ステラクラウンに迫って6番のヒーンが3番手から2番手を伺っている。先頭は4番のタガノ LP だ、抜けたタガノ LP だ、ゴール。2着は5番ステラクラウン、3着は6番のヒーンです。